はい、ということで今回は福岡県八女市星野村にございます室山熊野神社さんに来ております。市にね、合併しても村っていうのがねついてるのがねちょっと驚きました。はい、ということで熊野神社ですので、御祭神は伊佐波の御子と早玉尾の御子と、そしてスサノオの御子でございます。はい、車を止めてね、川を越えていきなりがこれでございます。苔蒸してるね、非常に美しい階段ではありますが、この階段が少々名護をございます。個人的にはね、苦に全然ならないんですけど、まあ多くの方は多分ね、うわって思うと思います。その数365段でございます。はい、ということでね、もしかしたら作られる時に、365日を意識したのかもしれません。ということで、間違いなくね、江戸時代に作ったというものではなくて、まあ、石の形を見ていただいても分かる通り、割とね近代、おそらく昭和のね戦後になって作られたものではないかなと思われます。上がったと思ってもこの有様でございます。はい、ということで、結構歩かないといけない大変かもしれない階段なんですが、動画は便利でございます。あっという間にね365段通り過ぎてしまいました。ということで、はい、もののね1分2分待つだけで、300段ぐらいかな、ここでね300段ぐらいねもう上がってまいりました。ということで、このね室山熊野神社さん、創建がね、西暦でいうと1226年鎌倉時代すぐですね。昔はいい国といって1192年でしたが、今いい箱といって1185年が鎌倉幕府がね開かれた年と言われております。はい、年齢層結構ね高いんでね、この番組というかこの動画見る方ね、今そうなってるんですよ。はい、ということでね、鎌倉になってかなり初期の段階で、熊野権現をね勧請して作られたのがこちらの神社でございます。作ったのはね、その当時この辺りを支配した星野氏、の当主ですね。文長久と繁栄、そして領民の幸福を祈願して、建立したということでございます。正面に映っておるのが随神門ですね。随神門でございます。そしてね、ここの神社はね、とにかくね、私初めて行った時はね、あまりの美しさ、もう本当にもうびっくりしました。本当に感動しました。何かっていうのは先ほども映ってましたが、苔が一つですね。そして結構急なんです、階段が。そして今映ってないんですが、右側ね巨岩があるんです。帰るときはねその巨岩、上がるときは映らないんですけど、下るときはね同じ階段を歩いても映るんですけど、とにかく巨岩がねいっぱいあるんですね。もうその迫力、一番最初に見ていただいた、なんて言うんだろう、トンネルになってましたよね。ここです、ここですね、ここね、ここ、この狛犬さんの後ろの向こうですね、右の向こう、これ立ちかけ岩、立ちっていうのは刀ですね、それをかけた岩ということなんですが、この向こうがね本当にすごいですからびっくりします。まずはその前にこちらですね。はい、上に小槌があってね、小槌で頭を軽く叩くと頭がすっきりします。思わず笑ってしまいますね。あの映像では映してませんが、私ちゃんとね叩いてますからね。はい、ということで、ここ越えるとね池があって、見えますか、立派な橋があるんですよ。はい、この池を神事池、心の字の池と言います。神事池、もうねここに来た時びっくりしましたね。はい、両岸に巨岩がありますが、おそらくここ昔はね庭園のようになってたのかなと思うと、この急な階段を上がってきたところにこれがあるのっていうギャップ、そのギャップにね、もうほんと開いた口がほんと塞がらなかったという、そんな感動をしたのをね今でも覚えています。すごい迫力でしょ。ただねほんとね撮影が下手なんです。私ですか、ね、
はい、実はねこの動画はちょっと前のもので、昨年ね12月にも実は参拝上がってるんです。撮影し直したくてね、私本当ね変なもの出したくないんで、基本的に。なぜかというと、素晴らしい神社がその素晴らしさが伝わらないっていうのは本当に、本当に悲しくてですね、で去年の年末にも行ったんですが、覚えてますかね、マイクロ SD の1枚のデータがなくなったというか飛んでしまいましてね、その中にここが入ってたんです。それがねほんと悔しいんですが、そんなことございまして、ただまあねちょっと過去のデータをねずっと見てたら、やっぱりね、はあ、ここをね紹介してないのが本当に悔やまれてたので、撮影はあまりにも下手なんですが、それでもねちょっとね、こうやって言い訳がましいことを言ってますが、ちょっと許していただければなと思って公開いたしました。はい、ということで、まずね、こちらで参拝していただければと思います。どうぞ。はい、ということで、ご参拝いただけたでしょうか。本当にねすごいんですよここは。このね巨岩、この後でねこの、拝殿後ろ御本殿の方回りますので、ね、見ていただければと思うんですけど、でちなみにここでね、ご神木はねちょっと奥の方なんで反対側に行った時によく見えるんですけど、ご神木の次ぐらいに太いのがね今目の前のものです。奥に見えてるのがご神木でね、で左側はねご本殿がありまして、でこの後ろね、後ろ回るときちょっと上のねこの岩の方ちょっと見ていてくださいね。後ろのこれね岩がねせり出してきてるんですよ。こいついつか壊れてご本殿傷つけるんじゃないかと思ってちょっとそれが心配なんですが、そこの下にもね石祠があって、はい、僕の中では勝手に大山積の神を祀ってるのかなということで、そう思っております。山の神ですね。でこれ反対側に回ってきましてね、目の前映っているのが、ご神木でございます。杉ってね見た目よりね年数経ってるはずでして、樹齢がね一応今言われてるのは500年と言われてます。樹齢500年と言われてます。ただまあなかなかねこれって推測なんで難しいところなんですけど、これね反対側にね実はもっと幹の太い木のね、まあ切れたというか折れたというか、まあそれをね多分切ったんだと思うんですけど、その後そこはもっと太いんで樹齢がねもっと長かったんじゃないかなと思います。はい、ということでほらね同じところを登ってるのと下ってるの映像がこれほど違うのかっていうぐらい、違うと思います。ということでね今回皆様にご紹介したのはとっても下手くその映像で大変申し訳なかったと、まあこれは一番は神社さんに申し訳なかった、そして見ていただいている皆さんにもね大変申し訳なかったんですが、室山熊野神社さんでございました。確かねご本殿、今のご本殿は元禄12年ということで、西暦で1699年にね再建されたものでございます。再建されたっていうのはね慶長12年1607年にも再建されたけど焼けて、その前室町時代文明9年1477年にも燃えております。いわゆる応仁の乱の11年後ですね。ここでも何か戦乱があったのかもしれないなと思いながら、読んでおりました。ということはこういうね巨岩がねせり出したりしてるんです。ということでねとっても迫力のある
岡県八女市星野村にある室山熊野神社さんでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。